ではですね、これまでずっとあの伊豆を特集してきましたけども、うん、多分日本で一番話題になってあんな曲あったよねっていうのをちょっと今日持ってきました、うん、では2曲目、ですね、タイトルはですねかっこいいんですよ。天国から雷はというローマ字のタイトルなんです嘘天国から雷、はい、天国から雷面白いというなんて、タイトルです。曲だ、はい、ではどうぞ。1曲これですか。1曲です。ちょっと聴いててみてください。今日は1曲だ。忙しい。よくないですか。いい。いや、タイトルと中身は全然関係ない。みんな死んでないし。ハワイすごい一緒に。なんか中国とかなんかいろいろ混ざっちゃってますよ。ちょっと中国っぽい。本当だ。中国っぽい。違うって。ちゃ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 。そうですね。ドラ入っちゃいますよね。タイトルが天国から雷。関係ないですよ。関係ないんですよ。以前、ベティさんと話をしていた歌の中でですね、あけぼのとか武蔵丸とか言ってる曲があるんですよ。一番いいところで全部それサビなんですけど。そうなんです。サビがあけぼの武蔵丸小錦。はい。ですね。この曲の紹介をしているサイトをちょっと調べたらですね、ハワイの神話では雷は神の啓示であるとされています。それがこの曲のタイトルに関係するのかは実は分かりませんと。で、雰囲気的には、ハワイ出身の、力士でありハワイの国民的英雄であるアケボノ武蔵丸小錦関というんですかね、武蔵、アケボノ関武蔵丸関小錦関に捧げる曲であるようですと。でこの何ですかね、あけぼののところだけがやたらこう耳に入ってきて、うん、僕これ何年前ですかね、最初に相撲取りっていうのは相撲取りってすごい入ってきましたねすごい、確かに10年くらい前に初めてここのサビだけを聞いて。いや、どういう状況で聞いたの？ラジオで聞いたの？
や、ですね、友達が、すっげえ面白いハワイアン見つけたんだよねって言って、車でみんなでこう、なんかどっか海かなんか行こうぜって出かけた時にこれを突然かけ始めて、あっけぼ、何これみたいな。いかがでした？笑う。だけどなんか心地いい。そうなんです。悔しいことで。サラサラサラとこう流れてくるんですよね。うまく入れてる。なんか途中ドラが入ったりして、ちょっと日本だったり中国だったりね、なんかちょっとしますね。チャカチャカチャン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 って始まりそうですよね。では最後にイズのですね、一番僕好きな曲、ライブのアルバムからですけども、タイトルがですね、カマラニという曲を聴いて、イズの特集を終えようかなと思います。そうだ、マンスリー、今日が2月終わりだもんね。そうです。で、来週からはですね、この間ペッパーが、沖縄に行ったので、沖縄の特集を、はい。なので、沖縄民謡って言えばいいんですかね、ちょっとこう、民謡の方でやってみようかなと思っています。では、伊豆の最後の曲になりますけども、カマラにお聴きください。Who's in relation to Geraldo?